あっと、忘れてた。今日人と会う約束をしてたんだ。行ってくるけど。ああ構わない。明日の午後6時までに戻ればな。んじゃ。ひそか悪巧みか。もちろん。旅団の一人を捕まえた。間違いない。ああ、わかった。ではそこで。見えたか？うん、一瞬にして鎖が体中に巻きついて。新手の陰獣か。ウボウは毒で体が動かねえし、ヒルも体内に入ったままだ。仕方ない、助けに行くか。今ならまだ行き先がわかる。糸の気配は絶で消してあるから、行で見破られるか、針に気づかれて捨てられない限り、糸はどこまでも追跡する。ええ、お前さっきこの俺を捕まえたって言ってたな。こんな鎖で俺を捕らえたつもりがよ。さっさとやっとかねえと後悔するぜ。黙れ。わかってんのか。これは千載一遇のチャンスだって言ってんだ。もったいぶってねえでさっさと。黙ってろと言っているんだ。こいつなんてパワーだ。俺の体が毒で動かないことと無関係に強い。操作系のくせに俺の強化系能力に近い力をこのちっぽけな鎖に込めてやがるってのか。負けられねえ。耐え切ってやる。チェンジールはお前たちにしか使わない力。旅団を捕らえその自由を奪う、そのためだけの力。殺すなよ。そいつには効くことたくさんある。もしも旅団でないものにこの力を使ってしまった場合、即座に私自身が命を失うようプログラムされている。これは二つの制約。覚悟の証、リスクはバネ。制約と覚悟が大きいほど念は強く働く。おい大丈夫か。問題ない。本当かよ。追ってよ。何、ほらすごいスピードよ。なんでだよ、わざと街から離れてんのに。奪い去るとき奴らから我々は見られていなかったはず。おそらく念の。なんだと。ふくらはぎのあたりよ、何かある。これか。バレたか。大丈夫、もう追いつく。やばい場所、もっとスピード上げろ。どうしたんだ、追ってこねえぞ。一瞬誰かが夫の車の上に飛び降りたように見えたが、おそらく残りの陰獣だろう。迂回して町へ戻れとのことだ。およ。こら出せ。やっぱただものじゃねえな、お前ら。あの一瞬に扉を開けて脱出する反応の鋭さはよ、警戒に値するぜ。こら無視すんじゃねえ。信長は乗ってた位置が悪かったね。それにしても面白い能力だね。あの布で包んだものを小さくするわけか。あれなら競売品も全部ポケットに入るね。なるほど、奴は運び屋か。ってことは元の大きさにも戻せるわけだ。あ、ん？なんだこいつら。本当にこれがあの幻影旅団かよ。脆そうだぜ。あれ、陰獣って全部で10人だよね。これで全部揃ってるよ。おかしいね。鎖の使い手は烏帽を押さえて車で逃げてるはずね。ってことは陰獣じゃない。まあこいつらに聞けばわかるね。
おい、起きろ。これから何をされるかわかるな。盗んだ競売品はどこにあった？今何時だ？俺はどれくらい寝てた？立場が分かってねえようだな。質問はこの俺がするんだ。てめえが喋っていいのは俺の質問に答える時だけだ。やってみな。この俺に傷一つでもつけられたら望み通り答えてやるぜ。こいつらからの報告で、てめえには銃もバズーカも効かねえってことは聞いている。だから、少しばかり別の方法でやらせてもらう。おお。この刀は相当な技物でな。俺の念を増幅してくれる。いわば、俺にとっての切り札みたいなもんだ。ハンデをもらうようで悪いが、陰獣相手に派手に立ち回ったそうだからな。天のほつれ、ここを足掛かりにする。なんという精神力。こいつの頑強な肉体を支えているのは体にまとったオーラじゃねえ。どんな状況にあっても小揺るぎもしねえ不動の精神力だ。格が違う。体はダメだ。回復に相当時間がかかりそうだ。夕飯を食ったのが8時頃。腹具合から見て12時前後か。技物だかなんだか知らねえが、生倉だな、その刀。さっきから5ミリと進んじゃいねえ。時間の無駄だ。だが着眼点は悪くねえ。たった5ミリでも傷は傷。質問には答えてやる。その代わり取引しねえか。命は助けてやるから、今すぐこれ外せ。なんだと？欲しいのはアンダーグラウンドの競売品だけだ。おめえらはそのありかを知らねえようだから、用はねえ。ちょっと待って、あんたたちが取ったんじゃないの？すでに金庫は空だった。陰獣ってやつらが先に持ち去ってたんだ。おめえら末端には話が通ってなかったみたいだな。嘘は言ってないと思うわ。さっきの取引もはったりなんかじゃなく、全て本気だってことか。勘違いは誰にでもあるさ。俺たちはまだ何も取っちゃいねえんだ。だからこいつを外して、その後のことも見て見ぬふりをしてくれよ。そうすれば命だけは助けてやる。客はどうした？あ、我々の仲間がそこにいた。そうか、そいつは気の毒だったな。なぜ殺した？そういう予定だったんでな。貴様らの勝手な予定でどれだけの命を奪ったんだ。よせ、クラピカ。競売品が無事なら、こいつはもう役済みだ。このままコミュニティに引き渡す。俺たちの使命は、ボスの安全と、ボスの望むものを手に入れること。復讐はその後だ。連絡を取ってくる。取引は不成立ってことだな。取引など初めからしていない。どっかの筋肉バカが好き勝手にほざいていただけだ。こちらノストラードファミリーのダルツォルネだ。競売を襲った族の一人を捕まえたのでお渡ししたい。本当か？一体どうやった？陰獣でも無理だったのに。詳しくは後で。とにかく来てくれ。陰獣でも無理だった。ああ、陰獣は奴ら全滅だ。見ろ、どうで。あのね、レオリオ、それは天と言って。ね、念って他にもあんの？そんなことだろうと思った。
お前らこんなの習得したってのかよ。楽勝だったぜ。なあ、ゴン。レオリオもすぐできるようになるよ。だといいけどな。なあ、やめやめ。てんだけあれ結構だ。出かけてくる。どこ行くの？散歩だ、散歩。こんな時間に？眠らない街、ヨークシンシティ。これからが大人の時間だぜ。お子様は寝た寝た。レオリオ。うん。もしどっかでクラピカに出くわしたら連れてこいよ。仕事で忙しいらしいけど、ゴンが会いたがってっから。半ズボン履いてるボクちゃんが偉そうに何を言ってるのかな？連れてこいじゃなくて、連れてきてください、レオリオさんだろ。偉そうなのはそっちだろ？天しかできない半端者のくせに、子供に暴力振るうなよ。おっと、これは真摯にあるまじきことを、失礼。先に寝てろよな、お子様たち。レオリオ、クラピカに会えるといいね。ヨークシーはクジラとよりでかいんだぜ。無理無理。でも万が一ってことも。そのうち連絡してくるさ。そのために携帯買ってテルナンバーメールで送ったんだろ。それよりレオリオもいなくなったことだし、サービスチャンネルでムーディーな番組でもやってないか調べてみようぜ。この手のやつホテルには付き物なんだよな。お楽しみはこれからってね。約束通り例の場所で。これからコミュニティの連中が来る。俺が見ているからお前たちはしばらく休んでおけ。念のためそいつに禁止管ガスをあと3人分嗅がせておけ。リーダー。なんだ。人と会う約束がある。2時間ほど外出したいんだが。いいだろう。時間厳守が条件だ。すまない。早かったね。顔色良くないね。半年前とは別人のようだよ。苦労したのかな？はあ。キルア。ねえ、キルア。あ、なんか言ったか？これからいいところなんだよ。ゴンも見ようぜ。俺、いいや。そっか、ムーディーなのに。まだ起きてんのか。レオリオ、お帰り。やっぱり会えなかった？俺は散歩に行っただけだぜ。そっか。んなことよりゴン、夜更かしするなって言ったろ。キルアを見習えって。ん？ああ、いつの間に、キルア切ったな。すやすや。明日も朝から腕相撲だからな。寝とかねえと辛くなるぜ。おやすみ。うん、おやすみ。安心しなよ。今君とやる気はないから。無駄話はしたくない。早速お前たちのことを聞かせてもらおう。そうかい。それじゃ、クモは構成員13名で、その証はナンバー入りのクモのタトゥー。メンバーは突然入れ替わることがある。入団志望者が財団員を倒せば交代。それ以外で欠員が出ると
団長がメンバーを補充する。活動は主に盗みと殺しで、たまに慈善活動もする。そこまでは知っている。僕が雲に入ったのは数年前、4番の男と交代で入った。目的は団長と戦うこと。でもなかなか達成できなくてね、ガードが固いんだ。常に最低2人は団長のそばにいる。そしてひとたび仕事が終わると姿を消して手がかりさえつかめなくなる。そこでお互いへの結論だが、1人では目的達成が困難だと思わないか。どうしたいと。団員の能力を教えようか。僕が知っているのは7人だがね。僕と組まないか。地下2階だ。殺してないだろうな。ああ、ガスで体をしびれさせているだけだ。孫にも衣装だな。我が目を疑ったぞ。お前がさらわれた時にはな。油断大敵、火がうぼぼおってね。痛いわね。下縫ってあげようか。それだけはちょっと。しずく、頼ま。デメちゃん、ウボウの体の自由を奪っている毒を吸い出せ。ギョイ。これって吸い取り完了。あの鎖使い、必ず借りは返す。仲間もろともぶち殺さなきゃ気が済まねえ。待て。このまますんなりとはいかせねえ。せめて1分、いや30秒でいい。足止めできれば。君次第だ。僕と組むか、一人でやるか。ひそか、一つ聞く。日の目の行方を知っているか。クルタのことはいつだっけ。5年前だ。残念だが、僕が入る前のことだ。団長は獲物をひとしきりめでると、すべて売り払う。火の目も例外ではないはずだ。それ以上のことは知らない。一つ言えることは、頭を潰さない限り雲は動き続ける。どうぞ。私だ。クラピカ、大変よ。余談の11番が逃げたわ。何、奴が自力でか。いえ、余談の仲間がコミュニティの連中に化けてきたらしいの。どうやらリーダーが電話で連絡した時にはもう入れ替わってたみたい。おそらくリーダーは逃げられたわね。ウボが大きい声出すから。仲間を逃がすために盾になったんだな。もう戻ろう。目的は達したし、陰獣は始末したし、お宝も手に入れたしね。ダメだ。団長に伝えてくれ。俺は鎖野郎とケリをつけるまでは戻れねえとな。私たちはパターン B に向かってる。すぐに戻ってきて。わかった。忙しそうだから手短に話すよ。組むかって聞いたけど、一蓮托生ってわけじゃない。情報交換を基本としたギブアンドテイクだ。お互いの条件が合わなければ、それ以上の協力は無理強いなし。気楽だろ。返答は明日、また同じ時間に。
眠らない町ヨークシンの闇で雲がうごめいている。次回ハンターハンター、ウボウ、クラピカ、覚悟の戦慄。ウボウの執念がクラピカを追い詰める。少しでも